インフォメーション。F 南南海放送では、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と結んでいます。そのパル協定を結んで愛媛県内各市や町や関係団体の情報をお伝えしているのがこのコーナー、パルインフォメーションです。今日は今治市からの情報です。今日ですね、今をご紹介いただくのはこちらの方、今治市の徳永茂樹市長です。市長こんにちは。こんにちは、市長の徳永です。大変ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。今日今治も雨模様ですかね。今ね、そうですね、はい。さて早速なんですが、市長、今日のお昼正午にお知らせがあったばかりのホットな情報といえばあれですね。ホットな情報ですか。はい、実は一般社団法人の、日本子育て支援協会っていう組織がありましてね、はい、そちらの方で、日本子育て支援大賞を今治市が受賞することになったんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。いやずっと市長もそして周りのスタッフの皆さんも、唱えてこられたことですもんね、これね。そうなんですね。今から4年前に今治版ネオボラと言いましてね、妊娠出産期間が18歳ぐらいまで、はい、シームレスにしっかりと伴走支援をしていこうっていうふうなことを打ち出して、はい、で面的な取り組みをしてきたのが、ご評価をいただいたのかなというふうに思っていますね。はい、これ今治版のネイボラの推進、とにかく18歳まで子育てに関する全般なことを切れ目なくサポートしていこうということですもんね。そうですね、世代世代でやっぱりいろんなお悩みっていうのがあるわけなんですね。でその今治版ネイボラを、提唱することによって、これまでの私どもの取り組みっていうのを可視化しました、でその中で足りないサービスっていうのも拡充してきた、そういうふうなことが本当に良かったなというふうにも思いますし、一方で子育てのパパやママにとって公園っていうのも出会いの場であって交流の場でもあるんですよね。で公園っていうのもやっぱり古くなっちゃって、トイレなんかもあんまり美しくないというふうな、そんなお声もいただきましたので、女性の皆さんの視点でトイレも美しくする、加えて、公園もですね、さまざまなターゲットの方々の心に刺さるような公園をというふうなことで今整備してますね。すごい。それから若いパパママさんたちも嬉しいことがありますもんね。そうですよね。ちっちゃいお子さん3歳児検診の時なんかにもいろいろサポートみたいなものがあるわけですね。しっかりとサポートさせていただいてます、ね、で何よりもですね、他の地域とちょっと違いますのは、今治ってやっぱり島があって海があって橋があって山があって都市部があるっていう、多様な地性なんですね、はい、で旧の今治市内ばかりでサービスを展開してても島並地域の皆さんには届きませんよね、そうした全ての地域を俯瞰をしていくっていうふうなことも大きな特徴の一つかなと思っています。例えば島嶼部の学生さんたちにとっては何かあるわけですね。どうしてもしまなみ海道の通行料金の、負担っていうのがありますのでね、このあたりを子どもたちのためにというふうなことで、税金投入もやむを得ない部分については投入をさせていただいているというふうな形ですね。すごいね。いろいろ補助もね、交通の助成ですとか補助も出ているということで、あと今治といえば自転車ですもんね。そうですね、はい、サイクリストの聖地しまなみ海道を有しておりますので、はい、道路整備としましてはね、令和10年度ぐらいいからのスタートになりますでしょうけども、今治駅から島並海道に至るまでの間、自転車専用道路の整備を今始めてるんですね、はい、
で一方で昨年の4月から改正道路交通法っていうふうなこともあって、はい、ヘルメットの着用が努力義務になってます、うん、このあたりも小学6年生の皆さんに、まあ、ヘルメットの購入の補助っていうふうなこともきめ細やかにさせていただいてます、ね、すごい、はい、いろいろ自転車買う時の補助なんかもしますよ、そうですね、ということですよね、はい、すごいですね、その広がり方っていうんですか、ここも、はい、あそこもって感じがしまして、本当すごいなと思うんですけれども、まあ、でも、はい、いろんな事業がたくさんある中で、うん、もう歴史的使命を果たした事業っていうのはスクラップさせていただいて、うん、今の時代に合わせたようなさまざまな事業っていうのを今度はビルドをしていくっていう取り組みをしてますね。なるほどね、まあ、そういった子育て世代に優しい町今治市が今回評価をされたということですもんね。もうとっても嬉しいですね、はい、おめでとうございます。それからいよいよ楽しみなオリンピックが始まりますね。そうですね、7月の26日金曜日からいよいよパリでオリンピック、うん、はい、そして8月の28日からは、まあ、パラリンピックということで、なんと2人も今治市からオリンピアンが出場するということですね。2人もね、一気にね、はい、まずはレスリングの男子グレコローマン67キロ級曽我部恭太郎選手、はい、いやすごい、いろいろ皆さんからも、ね、応援のメッセージも、ね、届いていると思うんですけれども、うん、それからパラリンピックは水泳平泳ぎ 100m、山口直秀選手、そうですね、はい、こちら、ね、ずっと記録をどんどん山口選手も、ね、塗り替えていってね、ご自分の新記録とかをどんどん塗り替えていってるじゃないですか。そうですよね、はい、東京オリンピックでのゴールドメダルっていうふうなことも、うんうんうん、今治は沸きに沸きましたけども、はい、彼にはですね、その連覇っていうプレッシャーもありましょうし、うん、世界記録の更新というふうなこともあるのかなと思いますけども、うん、やっぱり自分らしく頑張ってもらいたいと願っていますね。ねえ、僕はJR の駅の前に行って、ゴールドの郵便ポストの前で記念撮影しましたもん。さすが地元の先輩ですね。いやいや、どうしても写真撮影したくて、あれいいですね。もう実はですね、うん、今回お二人がゴールドメダルを取った時にどこにポストを設置をしようかと妄想を繰り返してるんです、うんうん、もうすでにすごい、まあ、幸運になりますように、それはもうお祈りしておりますが、もういやいややってくれると思います、お二人ね。そうですね、はい、特に曽我部恭太郎君、まあ、グレコローマンということで、うんうん、なかなか日本人が活躍できなかった分野で、はい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 、松本慎吾先生の思いというふうなものをしっかりと受け止めてね、うんうん、世界の舞台で自分らしく何事にも人一倍っていうのが彼のモットーですので、うん、頑張ってもらいたいと願っています ね僕の先生と並んでいる曽我部選手を見たときに似てるなと思って、お二人がですね、なんか風貌といい、なんか雰囲気といい、でやっぱり似てくるものなんですか、師弟というのはね。激励会におきましてもね、うん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 、松本先生がアテネの時のタオルだったと思うんですけども、はい、うんうんうん、それを恭太郎選手に自分の思いを託すというふうなことで、うん、皆さんの前で贈呈をしていただきました。あ、そっか、ぜひぜひ、はい、皆さんも、ね、7月26日からいよいよパリオリンピック、8月28日からパリパラオリンピック、ね、パラリンピックも開催しますので、今治市からはですね、うん、今治タオルで日の丸を作りまして、うん、メッセージを寄せてもらってお二人にプレゼントをと思っています。 ありがとうございます。これきっとテレビにまた映りますね。それね、そうですね、はい、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、お二人の特集は広報今治7月号にも掲載されておりますので、はい、ぜひ皆さん、はい、チェックもしてみてください。そして夏、今治地元も暑いんですよね、市長。まあ、8月は、うん、まあ、恒例の市民の祭り音幕ですよね、うん、ですよね。今年もいろいろな催しが、ね、予定されていると思いますけれども、まあ、コロナ禍を経てまたまた皆さんの笑顔がまた会場に戻ってきましたよね。
そうなんですね。去年の音幕もすごく盛り上がりました、うんうんうん、あのリボーンというのがテーマで、はい、まあ、今回はムーブということでさらに動かしていくということで、はい、やっぱりあの音幕といいますと中四国最大級の花火っていうふうなことが有名ですので、うんうんうん、まあ、多くの皆さんにあの今治のお越しをいただきたいです ね、 ね。音幕は8月の最初ですかね。そうです、8月の最初の、土日ですね。土日ね、はい、今治の市民の祭り予定されております。ぜひ皆さんお楽しみにしてください。はい、はい、今日はですね、今治市の徳永茂樹市長に、すいません、お忙しいところいろいろとお話をお伺いさせてもらいました。はい、はい、ありがとうございました。ラジオの前の皆さんに、市長何か他にもメッセージがございましたら。ですね、もう全部言い切りました。瀬戸内港マルシェもですね、あの大体日曜日ずっとやってるんですけども、うん、第2第4の日曜日やってるんですけども、うん、夏の間は、うん、土曜夜市に合わせてということで、うん、マルシェを展開をしておりますので、マルシェ多くの皆さんがあの今治の港に集っていただいて、うん、今治時間をゆったりとお過ごしをいただきたいと願っています。すごいんですよ、もう今治の夜の海風も感じていただきながら、お食事も楽しんでいただきながら、素敵な音楽にも耳を傾けてということですよね、師匠。ぜひあの先輩にも歌を歌っていただいて。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、光栄でございます。というわけで今日は今治市徳永茂樹市長でした。市長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。毎週月曜から木曜の午後3時からはパルインフォメーションをお送りしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのラジオ、また南海放送アプリの見る聞く、さらに南海放送公式 YouTube チャンネルから、またアップル、スポティファイ、アマゾン、ラジコのポッドキャストサービスからお聞きいただけます。番組終了後1時間程度で当日の放送を聞けるようになりますので、ぜひそちらでもお楽しみください。また過去の放送分もすべてアーカイブで残っています。気になる情報があれば探して聞いてみてください。次回は来週月曜日の3時から四国中央市の情報をお送りします。ぜひ聞いてください。